はい。おはようございます。沖縄おばばです。はい。早いもので、また日曜日が来てしまいましたね。<laughs> はい。もう日曜日です。はい。えー、今日もね、3時からあーライブ配信をしたいと思いますので、えー、皆様よろしくお願いいたします。はい。えーとですね、まあ、昨日ね、えー、朝の雑談なんですけど、あまあ、これもちょっと動画貼っときます。これちょっと不確定情報です。はい。えー、ーまあ、やっぱり、なんかね、 えー、肉まんちゃんの身に何かあったようです。はい。えー、実は肉まんちゃんね、あのー、外遊に出てたんですよ。はい。外国訪問にね。それが急に、えー、帰国して、それっきり姿を現さないということです。 はい、えー、何があったんでしょうかということで、まあいろいろ憶測は飛んでるんですけど、何の金金されているんじゃないかっていう情報もありました。はい、えー、しかしですね、えー、まあこれ、あの、特売隊さんが言ってるんですけど、まあ考えられる状況は何の金、まあ一種の何の金ですね。はい、一種の何の金になってますあ。というのは、どうやらですね、 はい。特、特売隊さん、元ね、あの、軍の関係の方なんで、はい。えー、こういう情報は多分分析は割とね、えー、当たってると思います。多分ね、えー、肉まんちゃん。はい。あ、コロアンティーナの大冒険ですね。はい。あれの妖精ちゃんになっちゃったようですね。はい。ティンカーベルちゃんに。はい。えー、ティンカーベルちゃんに、えー、なっちゃった。そういう可能性が一番、 大きいということです。はい、えー。出てきてないそうです。はい。えー、表舞台に。はい。えー、そそくさと帰ってから。はい。えー、なのでね。えー、多分これはね、重中発掘。あのー、大冒険にいいなってしまったということで。はい。えー、なんかね、決着がつきそうですね。はい。まあでもね、えー、なんて言うのかな。こうのね。こうの。こうのですね。 タックタックのミンミンさんの一派が一掃されているのは事実なんで、なんかいろいろ動いているということも事実みたいです。はい。えー、まあ、急激にいろいろ変わってきてますね。やっぱり例のね、えー、エリちゃんですね。エリちゃんがちょっとね、えー、お星様になってからなんか急にバタバタと動いている気がします。はい。まあ、そういうことですね。 えー、まあ、皆さんなのでね、えー、気をつけてください。いろんなことにね。はい。まあ、いろいろね、えー、ありますけど、はい。えー、それでね、えー、まあ、まあ、急にね、えー、来ることもあるんで、まあ、備蓄だけはね、えー、万全にやっといてください。いろんなものがね。はい。えー、そういうことです。 はい。まあ、ぬっはね、まだちょっと猶予があるみたいですけど、はい。えー、なんて言ったらいいのかね。えー、本当に目が離せなくなっています。今のね、この状態。でね、実を言うと、いくつかね、あのー、チーズケーキ関係ですね。レア、レアチーズケーキ関係ですね。フレームのね。はい。えー、フレームのレアチーズケーキ関係でもいろんな情報入ってきてるんですけど、 ちょっとね、これきついかなっていう、こう、えうつべさんで言うにはきついかなっていう情報がね、結構多いんで、えー、もうね、本当に悩んでいます。はい。まあ、そういうことですね。まあ、言えるところまでは、ああ、言うとは思ってますけど、はい。えぇ、ー、まあ、なのでね、はい。えぇ、ー、まあ、中村のね、栗のニックさんですね。はい、えぇ、ー、ダクーのね、タッ たーのね、えー、中村のね、栗のニックさんがね、いろいろ記事を上げていて、まあその中でね、えー、これはって思うのがあるんですけどね、ある大学の研究とかね。はい、えー、まあとりあえずね、飛んでいってみればわかることなので、えー、これはね、各自がご確認ください。はい、えー、まあチーズケーキ食べさせたね、えー、ネズミさんのことです。はい、ネズミさん。はい、えー 六個食べたら、全のね、全ですね、全のね、えー、メッツーだったとかや、まあそういうことがいろいろ書いてあります。はい。えー、これもね、えー、まあ、まあ、まあですよ、はい。えー、まあ人間ではね、どうなるのかということですね。はい、人型では、はい、そういうことです。 はあ、まあ、いろいろありますけど、でもね、えー、確実に言えることが一つあります、えー。大丈夫な人は大丈夫です。はい。これだけ言っときます。大丈夫な人は大丈夫です。はい。まあ、そういうことなので、えー、希望を持ちましょう。はい。それでは皆さんまた、えー、ごきげんよう、えー。沖縄おばばでした。 はい。それから追進なんですけど、はい。えー、冬、冬のね、えー、バーゲンで買った、冬、冬じゃないですね。えー、去年の冬物ですね。えー、ネットのね、アウトレットのバーゲンで買ったね、えー、3着のニットが届きましたんで、これも後でね、皆さんにお見せしたいと思います。はい。えー、今のうちにね、冬物も揃えておきましょうね。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。